今まで食べたパンの枚数覚えてますか？どうも、サンワンです。今日は昨日の動画の続き、はい、所持選手ボックスのパリーグ編ですね。はい、この動画はですね、リーグ頂上勢がどのように選手収集して運用しているのかっていうのを少しでも皆さんにね、体感いただきたいなっていう動画なんですけども、昨日の動画でまずセリーグだけ撮ったらね、横浜とか160体ぐらいいてですね、尺が長すぎたんで前後編に分けました。今日はね、パリーグ所持選手だけじゃなくて12球団の選手メーカーの埋まり具合も最後にお見せしようかなと思ってるんで、パリーグ最上位配課金勢ってね、こんな感じなんだなっていうのがね、少しでも感じていただけたら嬉しいなと思います。パリーグ最初はオリックスですね。まあこちらもですね、まあちょっと称号は中途半端なのが混ざりながらも、はい、2体持ち。まあオリックス純正はですね、シリーズ1でちょっと最強戦出ようかどうしようか悩んだんで、ギリギリまで結構作り込んでたところもあってですね、はい、こうやって金子千尋さんとかね、請求へ、死者ですね、でスタミナ型とね、はい、3パターン作ってたり、まあ、平野さん3体持ちで、9位席、これは去年のセレクションだけどね、こちらも A で、これ死者みたいな、そこそこ作ってありますよと。ただシリーズ2000、この間のシリワンの作業決定戦でギリギリ出れるぐらいの感じになってるだけなんで、作り込みは甘いんですよね。はい、この間のセレクションの死者と、これミスフル同値、結構前のベストナインですね、これ、怪力無双と言いますけど、これはもう特に使わないですね、こっちの方が同値強いんで、美濃田さんなんか結構、全同値でね、脅威のスラッガーつけている人、そんなに多くはないと思うんですけど、なんとなく、どっかコストとかできないかなと思ってスピ解放もしてますけどね。早く2019から出ないから、これ帯出てほしいんですけどね。で、山岡さんも3体持ちになってるよと。丁寧な投球、全どっちと、はい、この間のセレクション。これ QEA なんですけど、これは QE 制 QA、79の、どっち、精密機械で、QE 制 Q どっちもできるんで、それいらないかな。QEA だけやりんだろうと。私立の作業決定戦で使うことがあるかもしれないなと思って作ってますけどね。これはあれですね、中継ぎができるドロップカーブの方の、山岡、選手が強いというのを聞いたので作ってますけど、本当に強いのか。で、山本選手は3体持ちですね。いまいち全同士とかにならないんで、山本選手そんなにね、数持たないんですけど、エキサイティングと、今年の、今日対強打者ついてるリア対応のやつと、で、ツーシーム C のやつ、中継ぎもできるやつね。で、あとは宮城君2体持ってるぐらいですよね。これなんか同値になってねえな、俺。これもハリアナ版が、ハリアナ AA 同値版がね、これが中継ぎもできるんで、何かどこかでいつか使うかもぐらいで取ってはあるんですけど、当分使わないだろうな。はい、続いてロッテですね。ロッテはですね、リアタイでですね、はい、ロッテの、はい、スピリーグの予選のリボン2つ持ってるぐらいなんで、どっちかというとリアタイ用にね、意外とメンバー揃えたりするんですけど、堀さんもね、セカンドバージョンと、はい、ショートバージョン両方持ってますよと。意外とそうなんですよね。だからリアタイ用だからね、結構商法がね、甘いんですよね。甘いっつうか、適当でいいだろうみたいな、星4をくっつけてるみたいな感じですよね。外野はね、三郎さんとか、高沢さんとかか、こんな感じで守備固めに作ってて、リア対応は全部揃ってる感じありますよね、落合さんとか、わざわざこれ、死者と、はい、京スラ、リア対応に京スラ作ったり、
そうですね、荷体持ちしてるのもちょろちょろあるんですけど、主にあのリアタイ用に作っちゃってるから、荷体持ちもそんなね、まあ、大谷さんのこの勝利の飛車と、日のたんボールみたいな、こういうのはリーグでも使えますけどね。まあ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 、お、懐かしの清田さんもいらっしゃる。で、あんま、あ、松永さん引退しちゃったんだよね。石川選手が3体持ちだな。まあ、これは最新でもないか、C1 のやつで QEA になるやつ。もう、C2 がね、QEA にならなくなっちゃったんで。で、これはまあ、中継ぎできて、そうだね、中継ぎできて、QE 請求、同値。で、まあ、これはちょっと前のやつだな。これはもうさすがに使わないだろう。山内さんもご丁寧にですね、コスト用ってわけでもないんだけども、あの、最新バージョンと、なぜか旧バージョン、両方持ってますけどね。どっちか強スラにしてリアタイ用にしようかなと思いますけど。で、中村選手もこれはあれですね、多分最新バージョンつうか、まあ、シリワンのやつと、まあ、これは多分守備 A だから、あ、リアタイ用にね、3900で守備 A だから、これはもうスピリーグ用に多分、作り直しましたね、確か。で、あとはまあ、そんなに、特筆すべき選手はいないんだけど、ヒルマン選手はこれから2体持ちにするんで、こっちも継承しちゃいます。はい。まあ、マニアックなところでは佐藤俊也選手のこれセンター守れるバージョンですかね。補修写真でセンター守れるの、あの自分の持ってるのでは佐藤俊也選手だけなんで。だからなんだって話ですけど。はい。はい、次は楽天ですね。楽天は、まあ、リアタイオーダーを作ったこともあるんで、なんかまあ、そうっすね、山崎さんとか、なんかね、いろいろネタオーダーも作ったりしてたんだよな。だから結構名残があってね、意外とだから、まあ、選手は強くなくてもですね、結構、結構持ってんすよね。まあ、あと楽天純正、そういえば最強戦出たわ。忘れてた。シルワン楽天純正最強戦出たから、それはできてた、当たり前だわ。岩隈選手もこれダルビッシュさんのセレクションのやつで、シアと、請求スタメンのバージョン2体持ち。アニメさん早くとつりてえな。俺、もう一回出ねえかな。まあ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 、あの、純正組んでたんで、そこに使うような選手は全部ね、きっちりシャオとかもついてるんですけど、まあ、全道地とかね、そういう選手。青山選手、ハリアナをこの間ついた。田中選手は4体持ちか？ああ、違うわ。6体持ちしてるわ。ああ、これ史上最高かもしれないですね、6体持ちは。田中正弘選手、現状バージョンの死者と、全道地バージョン、現状の。で、これ私立のリア対応ですね。私立の、まあ、なんか、一番、タイピンチついてて、吸収が一番強いやつみたいな感じで、去年の私立のやつを、星4称号つけて持ってますけど。で、あとは、まあ、全動値、デフォルト全動値なんで、まあ、一応持ってますってところで、侍の C1 ですね。はい。で、まあ、これは、あれはこれセレクションいつのだ、これ。いつのだっけ、これ。2020、これ、あれ、高さんセレクションか、これ。まあ、球種とかはね、いまいちなんですけど、まあ、リアタイとかには使えないけども、請求スタミナ、同値で、オール A。まあ、ステータスとしては相当に高いんで、死者つけて持ってるのと、あと全同値にしたやつを持っていると。まあ、これを使うことがあるのかどうかはわからんけどね、コストでは絶対使わないし。で、岸選手も3体持ちしてますね。現状のやつ、これなんで本格化ついてるんだ？死者つけてないってねえのか、まだ。シリワンの、はい、やつですね。で、これと、まあ、これは多分死者つけるつもりだったので、ついてないのと、まあ、全力投球で、球威制球同値になってるやつ。まあ、これ、まあ、そんなね、もう、完全に純正用として作ったやつなんで、あれですけど、で、これは、侍の時のね、岸選手で、長継ぎができて、オール A 全同値。長継ぎ C なんで、結構これは当時使い勝手がすごく良かったんで、まあなんかコストとかで使うこともなくはないのかなというところで、コスト29ですけど取ってますっていう。で、
浅村選手も何気に5体持ちだな。すげえな。浅村選手は、これは、最新というか、まあ、セレクションのね、シリワンセレクションの、はい、試写バージョンとコンタクトヒッターで、どっち。で、まあ、これは、去年の侍のやつですね。これ多分ミート A にしようとしてるんですけど、まだ、極意書稼ぎがてらね、気長にやってるんですけど、まだミート A になってないと。まあ、アンダー製造機つくのマッチみたいな感じで、地味にやってます。はい。で、これ、C 社バージョンですね。これなんでこっち取ってるかというとね、これファーストができる、どっちもできるかな。ファーストの適性が高いのかな。ファーストの適性がちょっとだけですね。うん、あんま高くないですね。なんでこれ取ったんだろう。うん、まあでも、ステータス的に言ったら、まあ今のやつより全然高いもんね。まあ全然とでもないけど、まあちょっと、合計値が高いんで、まあ、ありかなぐらいですけど、あんま使うことないかな。どっちかというとこっちかな。うん、高級質さで全動値で、これは昔の侍、2019の侍にやってたんですけど、高級質さで、ミートパワー A 動値で、で、ファーストが C 適正なんですよね。だからまあ、ファースト守らせるんだったら、まあ、こっちもありはあり。そうですね。まあ、だからなんかこう、すごい未来に使うことがあるかもしれないなぐらいの、感じで撮ってます。で、三馬選手は3体持ち、この間の TS ですね、永久期間が、請求スタミナ、どっちで、で、これはまあ中継ぎできるんで結構使い勝手がいいので、ちょっと私立になっても少しの間使うかもしれないというのと、で、まあ、名前も使わねえかな。で、これ、正は全力投球、要は、球威請求どっちにしようとして、まだついてない攻めの投球です。で、これ死者ですね、この3体持ちをしようとして中途半端になっていると。島内選手も何気に、3体持ちなんだ。まあ今のバージョンの、高級質だ、ミートパワー同値のやつと、これ死者でしょうね、死者と、あともう一つがあれですね、これ、去年のベストナインタイトルダーのやつで、全同値、まあ、ミートパワー総力75の全同値にできる、感じなんで、それを一応作っておこうかなと思って、気長に極意書稼ぎながらやってますね。で、まあ、複数体持ち結構、まあ、多いけど、鈴木選手が死者と、まあ、これミートバージョン、昔のやつだね。どっちも死者。で、則本選手が、全動地精密機械ついてるやつと、まあ、死者だよね。で、マギーが、これなんだ、パワー A と、パワー A と、同地ね。松井選手も2体持ち？今バージョンのエキサイティングと、過去バージョンのあれかな？ツーシームと、なんか、球種多いやつか？球種多いやつ？ツーシームついてるやつ。ってことですね。安楽選手のセレクションは、これなんだこれ。まあ、QEA にしようとしたのかな？QEA にしできてないのと死者が。QEA 作れるの、後で作ります。茂木選手も何気に3体持ちなの？結構多いね。茂木選手は、全動値、まあ、シリワンのやつの全動値バージョン。これが、最強決定戦ではこっちを使ってましたね。総力型も出てたんで、パワー総力と、ミートも出せたんで。で、まあ、こっち、教室が、ミートパワー型だった場合、ミートパワー型が正解だった場合のように作ってたんですけど、パリーグ最強決定戦で使ったかな、これ。で、まあ、去年の私立、ミート A バージョンですね。もうミート A には今ならないので、一旦取っといてますけど、まあ、いるかって話ですね、これはね。で、高梨選手は TS のバージョン、まあ、TS のバージョンが強いんで、別にこれだけでいいんですけどね。これだけで全然いいんですけど、昔の高梨選手を持ってたんで、ずっと使って、まあ、楽天のリア対応で、持ってたんですけど TS が出ちゃったんで無用なしになっちゃうんですね。ロメロ懐かしいな、ロメロ。で、まあ、辰巳選手は、最新バージョンというか、まあ、C1 の、はい、死者ついてるやつ、これは最近ですね、使って、でこっちは、リア対応のね、守備 A、センター守備 A のやつ、センターこれやたらいいんで、はい、リア対応にと思って使って取っておいてますね。はい。で、まあ、あとは、まあ、無難に、滝永選手、死者バージョンと、球威請求 A バージョン。矢川選手が死者バージョンと、これも球威請求 A バージョン。
まあ、そんな感じです。何気に、外国人で、まあ、ショート守れて適正 F、うん、まあ、適正 F オーダー、うん、まあ、適正 F オーダーでも全員外国人オーダーでも活躍するというディクソン選手をね、地味に作ってあるというのと、まあ、ギッテンス、なんか楽天ディアタイでみんな使うみたいだったから、うん、使うみたいだから作ったけど、特能もつけてねえや。うん、まあ、超広角でパワー A ってことですよね。うん、ラインドライブで。はい、まあ、一応作ってありますと。はい、次ソフトバンク、これもね、やっぱね、最強戦 MVP 取ってるからっていうのもあるんだけど、やっぱ結構作り込んじゃってるから、選手が95選手もいて多いね。まあ、工藤さんは全道地と、うん、死者だろうね。まあ、大体もなんか、うん、死者ばっかだろうな、この辺は。なんで電光石火、うん、死者ね、あんま道地になる選手多くないですからね。デフォルト道地はいるんだけど、うん、佐藤和美選手は試写バージョンと請求 A でしょうね。うん、井口さんが、これ試写とミートパワー、ミート総力同値でパワー A の稲妻でしょうね。まあそうなるね。で、昔の、ミスフルバージョンもある。これホスト用かな。程よく、1位は TS の試写バージョンと守備 B、 最高の守備のやつだね。ゴールデングラブ取った時の。で、杉内さんは鉄腕で、正規スタメンの同値のやつと試写、まあ、昔のだけどな。まあずれた試写とどっちか。なるほど。本田選手はなんで2個持ってんの。高級室、ミートエイと死者。死者じゃねえ。どっちも高級室だ。たまに声なんだよな。長谷川選手は死者と同値。岩崎選手も死者と同値。中村選手も全同値と死者。もうそうなってね。イデホ選手も死者とコンタクトヒッター。まあそうだな。セッツさんちょっとまだ称号はつききてないですね。今宮選手は、他セレクションか。死者、なるほど、パソドチ。そうですね。柳田選手は今、これはもうアニバが出るんで仮でついてるミパドチっすよね。これはなんだ、シリワンか。まあ、アニバ出たら継承だな。で、これはまあ、取ってあるやつですね。侍の、柳田選手はセンター守備が B で、で、まあ、ミパ同値86だったら、まあまあ、今までの柳田選手の中でも高い方なんで、まあ、リアタイとかで使うよっていう感じで、まあ、将来ですよね、多分。で、千賀選手が3体持ちになっていると。千賀選手は、死者、まあ、シリワンのね、比率も出てるんだけどね、まだ。ちょっと完全に、ちょっと球威型になっちゃってて使いづらいんだけど。で、これは、2000、シリワンの千賀選手。侍だね。なんで選手変えてるの、写真変えてるんだ、これ。まあいいや。そうっすね。ツーシーム、侍で長継ぎができるやつ。これなんだ、2021、あ、去年のシリワンね。はいはい。中継ぎできないわ。はいはい。で、まあ、甲斐選手は、侍ね。死者と、バズカ、まあ、もうちょっとこの辺はな、甲斐選手とか継承して使うこともないんだよね。純正やんない限りは。サファテは死者と請求 A かな。請求 A。で、はいはい。意外と、純正やってるとこういうね、香山選手、技巧派と、本格か、なるほど。過去シリーズか。森選手は、請求 A と死者。まあ、こういうのばっかだな。高橋礼4体持ちてる、何気に。高橋礼4体持ち、俺何やってんだ、これ。9位スタミナ、同値ですね。で、9位A とね。で、これ死者ね。なるほど、なるほど。で、これは確か覚えてるな。これ、リアル起動範囲の時に、ちょっと作ってみたんだよね。なんか、球種が、球種がなんかこっちの方が強いなと思って、そう、タイピンはこれついてない。そう、タイピンがついてて、球種もちょっと強いなと思って、これにしたんだよね。
これを使ってリアル挙動派やってみたんだよ。うん、でグラシアルが謎の4体持ち、まあ、パワー A、ドーチ、死者、ミート A でしょうね。まあもうこれもう本当過去の、傷跡みたいなもんですね。もう、使うことあんのかな。もう、あれ何に藤井選手、藤井選手弱くなっちゃったのかな。称号つけてえな、はい、日ハムですね。日ハムはまあちょっと早く阪神版が欲しい新庄さんと、金子さんはこれはミート A と死者かな。ちげえ、両方ともミート A だし、なんだこれ。まあリア対応っすね。金子、日ハムもなんかリア対応だ、人数が少なかったんで、この間のスピリーグで、日ハムでワンチャン出るかっていう瞬間あったんで、そう結構ね本気で作ったは作ったんですよね。新次さんが勝利の死者と攻撃者になる。オガンドーが、同値になってねえな。なんだこれ。なんだこの半端なやつ。証拠ついてねえし。タラケンスケさんもね、セカンド A だからもう絶対使っていいんですけど、リアタイだと。まあちょっとね、弾道があれですけど、低弾道でね。で、まあダルビッシュさんが5体持ちですね。足らねえな。まあ、死者と、こっちはね、まだついてないんですけど、これは精密機つける予定だったんですけど、まあ、ちょっと、パリーグ最後手戦とかでも使うか怪しいので、一旦死者だければ、あればいいや、ということで取ってます。ちょっとつけてます。つけきってないですね。で、まあ、これは、去年の、はい、ダルビッシュさん、通信名のやつね。で、これが、まあ、セレクションの、はい、一番最初のセレクションのダルビッシュですね。この死者バージョンと、まあ、精密機械バージョン。まあ、リアタイではこっちの精密機械バージョンを使わせてもらってますね。はい。何気にやっぱ、陽大館とかも守備 A だから取っていっちゃうんだよな、リアタイ用とかで。これもライト守備 A のオータ。で、ハリさんなんで俺2枚これ継承しなかったのかな。コストが低いからか。なんでアンダー製造機、死者つけろ、死者を。上沢選手は、死者と、キュイスタミナ A。大谷くん3体持ちか。これ今年のやつまだね、死者つけなきゃいけないけど、つけてないんだよね。で、去年のやつにコンタクトつけて同値にしてあるやつと、去年の、大谷くん死者ついたやつですね。で、有原選手はワールドスターで去年出たけど、取りもしなかった。あんま使い道がなかったからね。このね、ステータスの有原選手、あんま使ってよくないんだよね。もうちょっと、全動値ができて、中継ぎ、抑えか、ができるやつを取りたいね。これは、死者と、これはスタミナ型にする鉄腕。あれ、取ってよかったな、ほんと。堀さんが QEA の魂の投球と、当然死者。いやー、このワンボーロンのね、これ死者つかなかったの苦いな。これほんとね、死者ついてれば俺、2チャームで最強戦出たんだよな、多分。で、伊藤博美選手が、この間のセレクションのやつで、鉄腕同値と、QEA ですね。まあそんな感じかな。はい、ラストセーブですね。秋山さんは作り途中。豊田さんが、まあ、死者と全力投球か。そうだね。同値だね。松井さんが3体持ってる。おー、まあ、今年の京スラと、死者ね。で、結果、一昨年のやつか。で、京スラついてねえし。これちょっと、付け直さなきゃいかんね。コストように。まあこの辺はまあ無難な西口選手、QEA と死者で、和田選手がミスフル同値と、まあ、死者なんでしょうね。とか香取さん2つ持ってるけど、なんでこれ称号ついてないんだろう。両方ついてねえんだけど、これ何なんか何この分身したみたいになってるけど、ポケット叩いたらビスケットが2つみたいな。中村選手は死者がついてる TS バージョンと、同値、なんかかっこ悪い電光石火で同値になってるけど、で、栗山さんは全同値になってない現在バージョンと、
持ってフォルト同値の死者バージョン。なるほど。で東尾さんがミスコンで請求スタミナ同値と、魂で吸引スタミナ同値、うん、使い分けですね。リナー秋山選手はバズーカあパワーエーカ、うん、と死者ね。うん、増田選手は死者と吸引請求 A 永久期間脱走。森選手3体持ち、うん、まあ、これはそうですね、最新版の、はい、まあアニバ待ちですけどね。でこれは去年のアニバ、まああんま使い道はなさそうだな、うん、でこれは一昨年のアニバだと思うんですけど、一昨年のアニバなんですけど、これはあれですね、パワー A にしてする称号をつけてるんですけど、これなんで届いてるかというとライト守れですよね。うん、意外とねライト守れるキャッチャーもねそんな多くないですよね。うん、山川選手は2体、まあ今年のセレクションと去年のセレクション、去年のセレクションの方が強い。うん、で、友崎選手は、現バージョンと、これあれだね、うん、パワーストリーク永遠できるやつだね、稲妻で、うん。まだついてないけど。うん、まあ、そうっすね。ギャレットとか取っといてるけど使うんかな、俺。スパンジンマグも何気に外国人オーダーでショート守れる結構。外国人オーダーでは重要パーツなんですよね。はい、選手ボックスね、一応、全球団、はい、見て回ったんですけども、前回の動画のラストで紹介してた、はい、パリーグの、A ランクのマックスですね。加工シリーズのやつを、なるべく、取っといて、将来あの TS とか OB が出てきたときに、突用だったり、称号用に使うように、はい。まあ、あとは、まあ、ちょっとね、よく称号で使う選手を、とか、覚醒選手のストックとかで、持ってますけどね、これ将来使うことが、まあまあ、大体あるんですけどね、ほとんど有名選手ばっかりなんで。で、これと、次、選手名鑑ですね。まあ、私が本格的に始めた2019ぐらいから、大体埋まり具合が見せられればな、っていうところなんですけど、うん。まあ正直結構埋まってます。まあ TS とかでねちょっと2019あたりはまあなんかちょっとぬるめのプレーであったところもあったんで、意外とちゃんと TS とかまあ必要なさそうなやつはそんなにね取らないで、まあ純正やってる球団は別ですけど、あんまり取らないで切る部分もあったり。まあ、とはいえ結構勝手に集まってたりでね、まあ別に取らなくて後悔したなみたいな選手はそんなにいなかったですけど、まあどっちかって言ったらかな、継承しちゃって後悔の方が全然大きいかな。そうなんですよね、結構いろんなの、やっちゃってるんで、そうなんですよね。まあ、2019のシリワンはまあ、こんなところで、2019シリツーですね。まあ、やっぱ思い出深い選手もいっぱいいますけどね、ほんと。2019のシリワンで初めて、セリーグで MVP 取ったんで、まあ、そこら辺で活躍した選手だったりとかね、シリツーの方はですね、横浜純正で MVP 取って、オールスターで、2019の、はい、シリツーの締めくくりのオールスターで、はい、まあ、締めくくりというか、まあ、1月、あ、2月か、2月の頭にやった、そうですね、オールスター作業決定戦で、オールスターで MVP 取ったので、まあ、そこら辺考えると、まあ、まあ、もちろん、選手もね、きっちり集まってたっていうところもあるんですけど、まあかなりそうですね、思い入れはあって自分が活躍できるようになった初めてのシリーズなんで、まあただ結構穴はあるっていうね、オールスターの作業戦取ってるレベルでもこれですからね。で2020年のシリワンですね、まあコロナの年になるわけなんですけど、そうですね、まあここはちょっと2020年は結構収集率が高いかもしれないですね。各球団多分あんま枠に穴ないんじゃないですかね、多分。ほとんどコンプしちゃってるような気がします。どうしてもまあこれほとんど取る必要ないだろうっていう、まあレアリティがね、違うレアリティで、例えばビッシーとかも、例えばセレクションで出るからノーマルがいらないとかね。まあそういうことがなければ基本的には全部取っちゃってるはずで、
うん、まあほとんどコンプ、ほぼコンプですよね、これ。うん、ちょっとね、ちょいちょいと TS で絶対純正で出ないなっていう選手だけ取ってない。あ、でもちょっとこの楽天の岡島選手とか取ってないのはミスったなとちょっと思いましたけど、うん、この2年後になってミスったなって分かるっていうね。うん、で、あ、加藤さん取ってない。なるほど。高橋慎さん取ってない。これもね、取っといてよかったんだよな。山川選手は多分特別レアが出たからなのかな、取ってない。いや、まあでも基本的にあのステータスのバランスが悪いとかリーグで使えない選手は取ってないんで、うん。で、2020の私立ですね。これね、下手したらね、ガチコンプだったかもしれない。なんかね、あれかも、生放送かなんかで、ガチコンプする生放送かなんかやった気がする。うん、無理やり再臨とかで、全部引いてって、うん、OB をね、ジュニアの契約書っていう、行かれた、12球団のうち1つしか当たらないっていう、ふざけた契約書があったんで、それだけ埋まってないですけどね、ここの楠本選手とかみたいに。うん、まあ、あとは覚醒はまあさすがに取り切ってないんで、覚醒全球団取り切るのはまあまあ不可能と言ってもいいと思うんで。で、ああ、これもう多分全部埋まってます。あ、バトスタが埋まってないだけか。バトスタが埋まってない。バトスタいらねえもんな。だってもうあの時期、やむなく引いてないって感じですね。そうそう。で、ああ、やっぱバトスタすぎや。まあやっぱコンプしてますね。通常選手と TSOB は、コンプしてますね。シリーズ2は。あ、TSOB じゃなくて OB か。うん、2021シリーズ1、まあ、ここも相当埋まってると思うんですよね、多分。YouTube とかやり始めて、なんか、結構かっちり生放送とかここら辺は結構精力的にやってたんで、もう、生放送でね、喋ってる時することないからガチャ言ってましたからね。そういう意味で言えば、まあ、相当揃ってんだ、これ。全部揃ってんじゃねえの、これ。あれコンプかこれ2021。あー、山崎幸也。幸也、マジか。幸也のみか、もしかしてこれ。穴開いてんの。わ、幸也のみっぽいと思ったら、小野伸二さんだったね。幸也さんだけ？おー、これはなんか逆に気分悪いな。あー、ワンボロン。なるほど。この2名ですね。取ってなかったの。2つだけやな、2021は。2021私立は、おお、本山選手ね。ああ、馬場及川、結構取ってねえな。まあ、あと例によってバトスタ的なやつは取ってない。ビエラ、中島。まあ、意外と、意外と本当、普通に TSOB ガリガリ引いてると、あれか、TS の6段が最優定戦5だったから、何もつかみちねえから引かなかったっていうのもあるな。そうっすね。これはちょっと、まあ、過去シリーズで持ってるやつとか、そうだね。継承してもしゃあねえなってやつは引いてないってことだな。あ、吉野部引いてる。まあ、特別レアが出てるからだろうな。まあ、アニバで引いちゃったから引いてねえだろうな。そうですね。山口浩輝選手と井上誠也選手。なるほど。まあ、穴はちょこちょこありますね。シリワンと何の違いがあったのか分かんないですけど。柳田取ってね。まあ、アニバで取ってるからな。杉浦選手を取ってない。なるほど。そういうことね。で、肝心の今シリーズですね。これから埋めていくところっすね。2022のシリーズ1。シミノボと高梨さんが空いている。土橋さんはいらなかったかな。サトテル、イルカーソン。ここは埋まんねえかもな。ちょっと正直。私立完全移行される前に埋めなきゃいけないんですけど、結構穴開いてるからきついな、これな。多分な。まあコンプしてるとこはしてるけどな。ああ、チュンチュンしてる。なるほどね。ああ、だってベイですらしてねえもんな。まあ、純正作ってたオリックスは当然持っているとして、ロッテも取れきれていない。
で楽天は純正やってたから当たり前揃っていると、うん、ソフトバンクはなんか勝手に揃っている。ああ、2チャム万波選手を引いてない。なるほどね。高梨光成選手引いてない。まあまあエキサイティング出たな。うん、まあもうここからはね、あの最新シリーズなんで、うん、全然まだまだこれからっすね。はい、まあまあ適当に、うん、もうここからあの TSOB が続いていけばね、勝手に引いていくので、うん、まあどれぐらいこのシリーズが終わった時に埋まってるかっていうところですよね。うん、まあそんなに埋める気はないんですけどね。うん、そんな積極的に埋めようって気はないですけど、必要選手だけ回収できればいいんだけど、勝手に埋まっていくだけなんですけどね。うん、まあ、多分みんなそんなそういうスタンスだとは思います。うん、まあ、基本的に能力の高い選手をね取ってって、取り逃しのないようにだけはしなきゃいけないっていうだけの話なんで、うん、はい、まあこんな感じでですね、選手名鑑も、はい、見せられました。まあ皆さんもねちょっとこの最上位勢がどんな感じでプレイしてんのか。どんぐらいの頻度でガチャ引いてるのかっていうのもこういうのでね察せる部分もあると思うんで、うん、まあ、ここを全然ね目指してもらう必要は絶対にないわけで、はい、悪い見本として見てやってくれればなと思います。はい、ではちょっと選手ボックス2日間にわたってお伝えしてまいりました。はい、また次回ね、あと半年後とか1年後とかなんかね機会あればできればなと思いますんで、またうん、ご要望なんかもいただけたら嬉しいなと思います。なんか他の動画のね要望も全然ついでにコメント欄でいくらでも、はい、いただければ、はい、何か次々やっていきたいと思います。ありがとうございます。ではさようなら。